ヨーロッパはスウェーデン出身のハードロックバンドザ・フィナール・カウントダウンの大ヒットで知られる北欧メタルの創造期から活動する先駆的グループ1992年から長期にわたり活動を休止するが2003年から再始動を果たしたバンドロゴ北欧メタルの始祖的存在として位置づけられることが多いメロディアスな旋律とハイトーンボーカルを 最大の特徴とするバンドである。特に初期の作品には、こうした色合いが強く、キーボードを盛り込んだ叙情的なメロディは、数々のハードロック、ヘビメタルバンドに大きな影響を与えた。ザ・フィナール・カウントダウンは、ヨーロッパの最大のヒット作となり、日本でも、鈴木カルタスの CM ソングとしてヒットした。大ヒットした後の作品に、多大な期待が高まる中、自作。 アウトオブ this w o を制作。曲調がポップになったことによって賛否両論を呼ぶ。次に発売されたフィフスアルバムプリズナーツ・イン・パラダイスは彼らのメロディ創造能力を極限まで開花させた作品となったが、プロデューサーがボーカルを前面に押し出しすぎヨーロッパ独特のサウンドを失ってしまう。その後バンドは休憩が必要だと言い残し長い間活動を休止する。 各メンバーがバンドを結成したり、ソロ活動をしたりしていた。その後2003年に活動を再開。1990年代1979年に、ジョイ・テンペスト、ジョン・ノーラム、ジョン・レビン、トニー・レノラによって結成される。当時は、フォースと名乗っていた。1982年、フォースは、スウェーデンの4000バンド余りが出場したコンテストで、優勝、上位は、 ベストボーカル、ジョンはベストギタリスト賞に選ばれる。また、このコンテスト優勝がきっかけでレコード契約を獲得し、バンド名をヨーロッパに改名。1983年、ファーストアルバム、幻想公共誌でメジャーデビュー。日本での人気が先行し、北欧メタルの先駆者として、世界のどこよりも先に人気に火がつく。1984年、セカンドアルバム、 明日への翼をリリース。北欧メタルの地位を確固たるものにする。この頃ドラマーのトニー・レノが脱退、後任にイアン・フォーグランドが、さらにキーボーディストにミック・ミカエリが加入。1986年、サードアルバム、ファイナル・カウントダウンをリリース。同作は、全米最高8位まで上り詰め全米のみで300万枚、世界650万枚の売り上げを記録する。 大ヒットとなり、シングル、ファイナルカウントダウンは25カ国のシングルチャートで1位を獲得、全世界780万枚の売り上げを記録し、ヨーロッパの名前は世界に知れ渡るようになる。一方で、音楽性のポップ化が進行し、さらに音楽以外の仕事が増えるようになり、それに疑問を感じた、ジョン・ノーラムが脱退。公認に、キーマルセロが迎えられた。 実はこのアルバムが出る前からボンジョビはヨーロッパのことをライバル視していた。日本のある雑誌でインタビューを受けた際、日本におけるヨーロッパの人気はどうなのと聞いたというエピソードがある。1988年、ホースアルバムアウトオブディスワールドをリリース。全米では最高19位、100万枚の売り上げを記録した。これにより、 アバ以来の2作連続で全米トップ20入りを果たしたスウェーデン出身の音楽グループとなった。完成度の高いアルバムではあるが、音楽性のポップ化はさらに推進された。同年11月26日にインドムンバイからツアーを開始。12月には来日を果たし、名古屋、東京、大阪、横浜の4都市計6公演を行った。 ムンバイで6万人を動員するなど話題を呼び、ツアーは成功裏に終わった。1991年、フィフスアルバム、プリズナーズ・イン・パラダイスをリリース。前作のポップ路線とは逆にハードロック路線への回帰を図ったが、アメリカナイズされた初期の音源との相違と、北欧的な叙情メロディは交代した。セールス的にも失敗に終わり、この当時契約していた。 エピックレコーズとの契約も解除されてしまう。1992年、活動を停止する。理由は度重なるツアーに疲れたバンドが休みを取ろうとしたことによるが、これがあまりにも長期にわたり、事実上の解散となる。1999年12月31日に、スウェーデンで一回限りの再結成ライブとなる、ザ・フィナールカウントダウン・ロック・ザ・ナイトを披露。 そこで初めてジョン・ノーラム、キー・マルセロンによるツインギターが実現した。ザ・フィナール・カウントダウンではハモリのソロ、ロック・ザ・ナイトでは交互にギターソロを担当し、互いのスポットを分け合った。しかし正式な再結成声明が出されたわけではなかった。このライブの時再結成しないかとみんなで相談していたが、メンバーはみんなソロ活動の契約があったためすぐにという。 わけにはいかなかった。そして再結成が果たされる2004年まで、たびたび電話で話をしていた。時々、上位の家にも遊びに行って、曲を作っていたこともあってメンバーは皆、やる気満々だった。特にヤンホーグランドは、早く再結成しようぜ、と毎回のように電話で話していたようだ。2003年、ファイナルカウントダウン発売当時のメンバーで再始動を果たし、 翌2004年に13年ぶりの6ススアルバム、スタートフロムザダークをリリース。このアルバムは、従来の作品とは違ったヘビな曲ばかりになった。俺たちは、昔の殻を破ってこのサウンドにたどり着いたんだと、言っていた。ほぼすべての曲を半音下げて歌っている。2005年、約13年ぶりの来日公演が実現。シークレットソサイティーツアー o 2006年、7 t アルバム。 シークレットソサエティをリリース。翌2007年4月に、シークレットソサエティツアーで2年ぶりの来日公演。2009年、AS アルバム、ラストルックアットエデンをリリース。2012年、9th アルバム、バックオブボーンズをリリースし、翌2013年からデビュー30周年を、大々的に企画。HR、HM フェス、ラウトパーク13出演にて来日。 ライブ DVD ライブ AT スウェーデンロックから 30TH アニバーサリー賞をリリース2015年来日公演を開催しセカンドアルバム明日への翼の完全再現ライブを実施節目のテンスアルバムウォーオフキングスをリリース2016年かつての大ヒットアルバムファイナルカウントダウンのリリース30周年を記念した完全再現 ライブツアーを企画。2017年、11th アルバム、Walk the Earth を発表。2019年、ファーストアルバム、幻想公共し、再始動後の 6th アルバム、Start from the Dark をフィーチャーした、来日公演を開催。2014年のグループショット。ありがとうございます。